オープニングも確かに出して、これじゃあアップ、アップで吉岡君が何枚なんだろうな。いやでも結構やばいっす、膝バンド初挑戦なんで。じゃあ俺がこの状態で3枚、この状態です、この今の足の状態で3枚、3枚でもうやばいっす。エクステンション結構きましたね。やっぱ違いますよ、必死とやると。いや、全然違う。やっぱ違いますよ。全然違う。よいしょ。おお、すごいな。ああ、でもどう。これすごいっすね、やっぱ。これね、すごい。効く。いや、いいな、この番号。普通に売ってます、売ってます、普通に売ってます。木澤さんのあれで、はい、これはいい。勝負が4枚ぐらいじゃないかな。いやー、怪しいっすよ。4枚か。まあでもこのバンドの4枚は結構いいですね。ただの4枚なら多分いけますけど、このバンド結構世界違います。いやね、もう本当にマジで世界違いますね。ハックスクワットスーパー。うん、まあそこまでかな。おお、すげえなこれ。まあ一応つくぐらい。これはすごい、これはすごいな。確かにこれでだから追い込みすぎるとちょっと出てこれない。確かにすごいな。確かに、とりあえず僕4枚で最初やってみようかなって。ああ、さすが。俺はもう4枚です。できるか分かんないですけど、全然。木澤さんだってサイベックスのいかついやつで4枚つけてこれだから。でもワンチャン、このバンドの能力でいったらこっちの方が多分長いんで。あ、辛いっすよ、こっち。このサイベックスよりこっちの方が絶対辛いっす。強度は上がってると思う。上がってます、このバンドの。めちゃくちゃ伸びてるし、ここまで引っ張られてない。これやばいっす、マジで。そう、ノーチュラスがちょっと表現してる。緊張するな。こんなにもハードにトレーニングができる体に感謝します。感謝します。いや、こんなこと普通できないから。確かに、こんな4枚つけてこんなバンドなんて普通できないから、感謝していきましょう。確かに。よし、できるかな。あ、自分のテンポで。了解です。はい。
喋れないっす。そうだよ。よいしょ。よし。よし。こっから筋トレ。勝負。下げよう。いや下げるか。このセット終わり。やばい。ここで無理した。あ、サディサイズ一回取っていいですか。ちょっとします。痛くなっちゃう。ちょっと。そう、一回か。
キングなんですよ。確かに絶対だって本当の本当の自分の限界だから。こんなの普通できない。いや、やりてえ。しっかり。確かにもったいない。もったいないですね。でも休むことも大事なんで、まあ、ここで無理して手に全然できなくなる方が痛みにはしっかり。調子良かったよ、途中で。ねえ、むしろ終わった後、1セットも終わった後も痛みなかったですね。あ、でももともとちょっと痛かった。痛みかな。痛かったけど、エクステンションもできて、あれも1セット目は痛くないと思って終わって、2セット目やろうとしたら、あれ痛いよ。悔しいな、やりたかったな、マジで。まあ、いつでも治ったら。はい。いや、マジで悔しいっす、今。ちょっとあれ、エクステンションもう一回やると。ちょっと様子見ながら、ここから行きます。